キネトスコープどうなのかっていうと、えー、こんなんですね。あ、横にしないと。えー、エジソンの発明です。まあ、あの、中にフィルムがこう入っていて、コイン入れておっさんがこう覗いているんですよね、えー。エジソンの発明品です。で、あの、これね、一人しかね、覗けないので、 決して便利な発明ではなかったんですけど、当時はとにかく絵が動くというか写真が動くだけで驚きだったんですね。で、えー、エジソンはですね、この、まあ、あの、特許を取らなかったんですよ。当時はあんまり、この時代のエジソンはあんまりお金持ってなかったんで、これそんなヒットすると思ってなかったので、とりあえず一つ作って満足して発表して、記者に色々言われて天才だとか発明王だと言われていい気になってって言われてる時代だったんで、特許を取らなかったんですよね。なので、あの、 世界中でですね、模造品がいっぱい作られました。で、世界中で模造品を作った、なの,の、一人にです。あの、一人とか一組にですね、フランスのリュミエール兄弟というのがいたんですね。フランスのリュミエール兄弟っていうのは、このキネトスコープをですね、改良してですね、シネマトグラフっていうのを作りました。シネマトグラフが、し今度また縦だな。これです。 ええとね、これ何かというと、実はこれ一つの機械をちょっとこうバラしておいてるんですけども、あの、撮影することもできれば映写することもできるという機械なんです。で、このシネマトグラフによって、えー、スクリーンですね、壁とかにフィルムの映像を映写することができるようになったと。で、これのおかげで、まあ、あの、エジソンが作った機械、発明した機械は一人が覗いて見るしかできなかったんですけども、50人ぐらいでもですね、楽々見れるようになったんですね。 De